to North Village! どんな結果が待っているのか。おっと36。嘘だ。残念です。勝負に出たんですけどね。さあ行きますか。最後どうぞ。ラスト勝負どうですか。勝ち目のない勝負を挑んだって。いやあります、こんな。カジノって 2V1 じゃないですか。はい、 2V1 の勝負じゃないですか、カジノって。まあ、特にルーレットは 2V1 じゃないですね。あの レッドブラックにずっと貼り続ければ 2V1 なんですけどね。全部何かしら当ててますよね。はい、ある。これどうぞ。わかりました。さあ奇跡を見せるか。22に置いた。さあこうやって人は破産するのか、はい、夢をつかむのか。いいでしょう、あえて22に置いた。よし、こっからですね。行きましょう。さあ勝負が決まるか。さあノーモーベット22からかなり離れている。離れている。ゴー、ありがとうございました。ゴー、ずっと信じときゃよかった。マジか。ここに来て5が落ちる。マジか。さあ奥さんにどんな顔をして会えばいいのか。うわー、やっちまった。マジっすか。さあ、うわー、ということで結果発表。一体いくらになったのでしょうか。最初のスタートは2500ユーロからでした。はい、で勝負の回数はブラックジャック5回ずつお互いに、そしてバカラ10回、ルーレット5回と。5回ですね。はい、20回の勝負でトータルいくらになったのでしょうか。計算です。1200 1500 2000 2500ということで、これが勝ち分になります。1335ユーロ、2500ユーロを使って1335ユーロ勝ちました。さあ陽平選手、はい、結果発表です。お願いします。はい、まずこれが 20×5 なんで600ユーロ、2500が600ユーロになったんで、いくら勝ちですかね。1900マイナスです。はい、ということで、この残った500ユーロも、僕の方に加算されるということで、トータル1935ユーロ、いただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。まずね、一言言わせてください。はいはい、勝負を売る相手間違ってます。おかしいな。はい、まずですね、はい、ルーレットを打つときに大切なのは、
もちろんね、好きな数字を置くっていうやり方も大切なんですけれども、ルーレットっていうのは大きく分けて4つの目に分けます。うん、例えばこのボードは僕の使ったボードではないんですけども、0から6まで、6から10まで、次に10から22まで、そして22から0までというふうに4つのエリアに分けるんです。はい、そして1つのエリアにまず狙いを定めて数字を並べて、でそのエリアから超えた、オーバーするであろう数字を、保険で貼ります。なるほど。これを2点張りと言います。はい、はい、カジノによってはですね、3点張りは禁止のところとかもあります。あります。あとですね、こんな風に時間をかけては打たせてくれないので、基本的にはもう番の数字を全部並び覚えてます。へえ、はい、そういうことなんだ。で本来は投げた後にどこに球が来るのかっていうことを見ながら投げた後にやるので、だいたい張る時間は5秒から8秒。そんな短いですか。はい、です。うーん、で張り方を覚えてですね、だいたい8パターンぐらいの張り方を覚えます。そしてバーッと張っていくという、僕はだいたい2点張りが多いですけども。なるほど。はい、それを繰り返していくと少しずつ増えていくという増やし方があります。ただですね、僕がルーレッター時代にすごい お客さんがいてですね、連続20回数字を当てた人がいました。それは36分の1、37分の1をってことですか。毎回ね4枚しか貼らないんですよ。すごいんですよ。ポン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 と置くんですよ。それを連続20回当てた人がいました。そういう人はね、もう何やってもそういう人には勝てないですね。なんか持ってるんでしょうね。すごいなと思いました、見てて。そうなんですね。はい、僕ルーレットには自信があったんですけどね。何の自信ですか。新婚旅行、はい、若い時ですよ、はい、行く時アマンプロっていうとこを予約して、はい、もう すごいお金がかかるっていうのを知らなくて、はい、お金を大して持たないで1週間泊まるの20万しか持たずに、はい、まあ、一旦マニラに行っちゃったんですよ。はい、でよくよく考えたらお金が足りるはずがないと思って、はい、当時カジノとか行ったことなかったんで、はい、やり方分からずだったの、まあ、ルーレットだったらルールが分かるっていうん で奥さんにカジノ行こうって言ったら、まあ、新婚旅行までに来てまでカジノ行きたくないって言われて、うん、まあ、夜中奥さん寝た時にこっそり行ったんですよ。うん、で20万を、まあ、2,3 点張りみたいな感じにして5ゲームやって3ゲーム当てたんですよ。へえ。それでアマンプロをなんとか払うことができたっていう。あ、それはすごいですね。だから今日は最後ルーレットにしとけば僕のルーレット運で逆転可能かなって読んでたんです。うーん、まあそうやってね、人はね破産するんです本当に。いや、やっぱりね、こういうギャンブルにもルールがあるんですよ。そうなんです、ね、はい、で勝ちのセオリーみたいなのがあるんで、で基本的に僕はギャンブルやらないです。そうですよね。はい、ポーカーだけです、やるのは。なるべく運に頼りたくないっていうことがあるので。運の中にもセオリーがあるってことですよね。運の中にもセオリーがあります。より勝ちに近づけるためのやり方、例えばルーレットであれば一番確実に勝てる方法っていうのがあります。こうやってボードがあるんですけども、こうやってレッドレッドブラックブラックレッド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 ってあるじゃないですか。このレッド、まあ、ブラックどちらでもいいんですけど、片方に5つ連続で色が揃った時、次の6つ目、例えばあれで言うと6ですね、はい、6つ目に逆の色に晴れというセオリーがあります。でそれで外した場合はさらに貼った金額の倍をまた同じ場所に貼るという、そしてそれで外したらまたさらに倍を貼るというやり方をします。それをやることによって
ルーレットで の勝つ確率っていうのは凄まじく上がります。そうなんですか。はい、ただしゲームとして楽しめないんで面白くないです。勝つか負けるかだけの話で言うんだったら、いろんな例えばカジノ行くじゃないですか、はい、でルーレットいっぱい置いてるところ見つけるんですよ。でこういうのを見てですね、5目同じ色が並んだ後に次の違う色にかけてっていうのをずっと待ってる人います。そろそろ逆が来るだろうっていう考え方、確率論的に、5回連続で次6回目に落ちる可能性がめちゃくちゃ高いんですよ。確率論です。へえ、そうなんですね。はい、ずっと同じ色は続かないっていう。なるほどですね。くそー。はい、ということで、今回は、無謀にも、はい、北里選手がガクトに挑む、本当にガクトは強いのか。そうですね、ギャンブル編ですね。やべえ、マジ強かった。土下座してもいいですよはい、いやー、ギャンブルが一番勝負で可能性あるかなと思ったんですけど。そうですか。まあ言っても運あるじゃないですか。いや、あのね、ギャンブルは運だけだと思ってる時点でもう負けですよ。いや、ポーカーは分かりますよ、実力差がすごいというのは、はい、昨日ちょうどビダリ君に相談をしたんですよ、はい、ガクトさんとちょっといろんな勝負をしたいんだけども、はい、何だったら俺勝てるかな、はい、返信来ました、はい、大食い競争とジャンケンって言いました本当はいついい答えですね。いや、ちょっとこのギャンブル以外も今度ぜひちょっと挑ましてください。あ、いいですよ。ちょっと競技はちょっと僕に選ばせてくださいなんでその 何が何でも勝ちたいんですか。いや、勝ちたいっすよ。読み込みましたから、ガクトの勝ち方だから読むだけ、読むだけで勝てるんじゃないですよ。大切なのはその先にある真意ですから。そうですね、はい、やらなきゃいけないこといっぱいあるってことなんですよ。そうですね、はい、読んでみんな成功できるんだったらそんな簡単なことないじゃないですか、はい。まあでも、ガクトさんに頑張れば勝てるかもしれぬというところをね、見せれば。努力が足らないですよ。いやいやいや、あの体型を見る限り。いやいやいや、ここ2週間で僕7回筋トレ行きました人生で7回筋トレ、その7回がこの2週間に詰まってますから。カイ、どうですか、なんか敗者って常にこうなんだなっていうのを目の当たりにしてませんか。巻き犬の遠吠え以外に。うせえ、はい、ということで、はい、今回はガクトの勝ち方を記念して、はい、本当にガクトは強いのかをお送りしました。はい、意外と強いんですよ僕。強いっすね。まさかこんなに当てまくるとは思わなかったです。はい、運で当たっただけじゃないんです。はい、当てにいってるんです。言い方違うかな、外すことをなるべく減らしてるんです。なるほど、はい、ちょっとまた違う競技挑戦させてください。はい、あとですね、これはっきり言いたいのはですね、はい、やればやるほど負けます、ギャンブルは。ギャンブルは、はい、はい、そうですね。いかに勝った時点で負けを減らさないかっていうことがポイントで、まあ、例えば今2500ユーロから約1800ユーロぐらい増やしたじゃないですか、はい、これね、いい勝ちなんですよ。結構率いいんですよ、はい、2割増えたら OK、 それぐらい思うとった方がいいですね。はい、じゃあ個人で仮にカジノに来て、はい、ちょっとやってこのぐらい勝ったらもうスッと帰るもんですか。あ、はい、もう十分です。へ、なのでこれが桁が上がるだけなんです。なるほど、なるほど。2割っていうのは、例えば3000万持っていって2割なんで600万勝ったらもう OK。 なるほど、こんな考えです。3000万持ってて3000万勝つまでやろうっていうのは負けます、絶対。なるほどなるほど、なるほど、はい、そうなんです、ね、無理があります。2割勝てばいい。2割勝てば十分です。なるほどなるほど、はい、じゃあ10万持ってたらもう2万。そうです、10万持ってて2万勝てたら十分です。なるほど、はい、やめてください、すぐに。わかりました、肝に銘じます。はい、ね、カジノはね、楽しむのであればお金ガンガン使って僕はいいと思います。勝ちたいのであれば勉強してください、はい、何事も勉強です。
いやまさかカジノまでこんな詳しくとはな、はい、あの運で勝てると思ってる時点でもう負けてるんですよ人生に、うん、人生ですか、はい、ギャンブルにじゃなくて、はい、人生に人生です人生に人生、はい、いや頑張ってください頑張ります、はい、そんなわけで、はい、本当にガクトは強かった強かったですでしたありがとうございますありがとうございますいや勝ててよかったですねありがとうございますさあご飯食べ行こうかタイ料理はいありがとうございます Thank you guys Thank you Thank you Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.